俺はこんなところで何をやっているんだ。レベッカ様を失い、王に見限られ、トカ人に落ちてなお、なぜ生き恥をさらす。生き恥なんかじゃないよ。だってイージスは何も間違ってないじゃないか。うるさい、トカ人が偉そうに語るな。ああ、分かっているさ。俺だって同じトカ人だ。執行されて消えるべき。許されざるものだ。なのに、なぜ生きている。俺は何をしているんだ。こりゃ重傷だな。むしろ助けない方が良かったんじゃね。そんなことないよ。きっと